金平大介は、日本のプロレスラー、総合格闘家。2003年、プロレスリング、ノアの入門テストに合格し、練習生となるもデビュー前に退団。2009年、CB インパクトに入門。9月6日、新港総合体育館で開催された、グラップリングツアービギナークラスアダルト8 1ラム以下級に、出場して優勝。12月13日、 新港総合体育館で開催されたコパバーバリアン白帯メジオ級に出場して優勝。2010年5月16日、クラブディープイベントプラザ、富山大会の対、河村吉美店戦で総合格闘技デビュー。2014年8月、プロレスリングヒートアップに入門。11月2日、ヒートアップ日和島スポーツセンター大会の対、長井三也戦でプロレスデビュー。 2016年8月24日、ファイト・オブ・ザ・リング新規バファーストリング大会で開催された王座争奪トーナメントに優勝し、インターナショナルマーシャルアーツ王座を獲得。2017年5月9日、新日本プロレス主催のライオンズ・ゲート新宿フェイス大会に参戦し、吉橋と対戦。5月21日、キックボクシングゾーン東京タワーメディアセンター大会に参戦。 10月12日、ライオンズゲート、新宿フェイス大会に参戦し、長田博士と対戦。11月16日、ライオンズゲート、新宿フェイス大会に参戦し、全日本プロレスの青柳優馬とのタッグで、長田博士小島聡と対戦。12月21日、ライオンズゲート、新宿フェイス大会に参戦し、小島聡と対戦。 2018年5月16日、ノリダ、ファンキーシビリサスに勝利し、ヒートアップユニバーサル王座を獲得。2019年3月から4月、パワフルタックリーグ2019に、大谷ジョージとのタッグで出場し優勝。5月19日、田村藤波達事組に勝利し、大谷と共に、ヒートアップユニバーサルダック王座を獲得。8月から9月、 スポルティーバエンターテイメントで開催された若者チリーグに出場し優勝。11月から12月、灼熱王2019に出場し優勝。ありがとうございます。